この社の由緒によれば、元は三宅城の守護神であった勝秀大明神を三宅城落城の時、家老高橋誠一家が城を脱出し、ここに奉仕したことにより始まるという。その後、高橋氏の後衛が初瀬大明神、稲盛大明神を合祀し、現在のように稲荷神社となった。